公共曲第4番作品 29FS76 はカール・ニールセンが1914年から1916年にかけ作曲した公共曲である。作曲者自身によって不滅という副題が与えられている。4つの楽章の要素が移行していくという構成になっており、しばしば4楽章や2楽章の曲と誤解されるが単一楽章の作品であり、 二群のティンパニによる共演を特徴とし、ニールセンが手掛けた公共曲の中でも特に劇的な作品と目されている。作曲者自身はデンマーク語で、デッドユートスラカリガという副題を与えたが、これは日本語で、消し去りがたいものや、滅ぼし得ぬものといった意味であり、日本では簡潔に、不滅の副題で親しまれている。また、 ドイツ語により、出すン・号スロシュリーチと表記されることがままあり、現代が用いられることは、比較的稀である。ニールセンの公共曲は、この第4番以降の作品において多調性を採用しており、公共曲第6番までの3つの公共曲については、基本となる調べが記されていない。これは、古典的な公共曲のような、基本となる調べを設定し、 他の蝶との対比により構成するという概念を排すトからである。この第4番は二短調の前奏部で始まり、クラリネットによる異蝶調感想となる気楽な田舎風の曲奏の第2部を経て、伝統的な感情学章の役割は悲劇的な曲奏の第3部に譲られる。第4部では二群のティンパニが活躍し、結末において補聴調町となって締めくくられる。 ニールセムの作品では最も演奏、録音の機会に恵まれているが、解釈に特有の問題があり、作曲家のロバート・シンプソンは著書において、主にテンポ設定に関してページ数を割いている。フルートさん、オーボエさん、クラリネットさん、ファゴットさん、ホルン4、トランペットさん、トロンボーンさん、チューバ、ティンパに2人、弦楽5部約35分。 1916年2月1日、コッペンハーゲンにて作曲者、ニールセンの指揮により行われた。日本での初演は1968年6月30日に、秋山和義式東京交響楽団により行われた。ありがとうございます。